機動戦士、ガンダム鉄血のオルフェンズの永井隆之監督を、はじめとする TV シリーズスタッフが再集結し、スピンオフ作品、機動戦士、ガンダム鉄血のオルフェンズ・ルズハントが、スマートフォンアプリで展開されることが、明らかになった。機動戦士、ガンダム鉄血のオルフェンズ・ルズハントストーリー。PD323 ギャラルホルンによるアーブラウ中央議会への政治介入事件は、モビルスーツを使った武力行使にまで発展。事件を終結に導いたのは、鉄火団と呼ばれる火星から来た少年たちだった。金星に浮かぶラドニッツァコロニーで生まれ育ったウィスタリオ・アファムの耳にも、鉄火団の活躍は届いていた。火星との開拓競争に敗北した金星は、四大経済圏も興味を示さない辺境惑星。住人は ID すら持たず、今は罪人の流刑地として使われるだけ。そんな生まれ故郷の現状を変えたいと願うウィスタリオの前に現れたのは、ウルズハントの水先案内人を名乗る一人の少女だった。金星に浮かぶラドニッツァコロニーで生まれ育った少年、ウィスタリオ・アファム。ウィスタリオが生まれた時から側にいる、教育係兼世話役のデムナー・アキタコ・ジュニア。そして、ウルズハントの水先案内人を名乗る少女コルナル、コーサのビジュアルも公開。さらに、ラドニッツァコロニーの動力ブロックに隠されていた、モビルスーツ、ガンダム、ハシシュロボシ、ワジロボシの姿も明らかになった。なお、公式サイトでは、機動戦士、ガンダム鉄血のオルフェンズ・ウルズハントの PV が公開されている。アプリ、機動戦士、ガンダム鉄血のオルフェンズアプリ、仮の配信開始日は後日発表予定。